市販のアンカーボルト木造建築物の基礎に埋め込まれたアンカーボルト。短いのは土台用の M12、長いのはホールダウン金物用の M16。貯水タンクを基礎に固定しているアンカーボルト。アンカーボルトとは木材や鋼材といった構造部材、もしくは設備機器などを固定するためにコンクリートに埋め込んで使用するボルトのこと。 引っ張りや戦断に抵抗することによって、コンクリートに取り付けられた構造部材や設備機器が分離、浮遊、移動、転倒することを防ぐ役割を持つ。各種許容応力度は、建築基準法令90条91条及び、建設省二千四2464号による。ネジ部段面積案は、おおよその値であり、詳細は、製品の使用書による。 コンクリート打折前に鉄線を用いて鉄筋に強固にアンカーボルトを結束する。鉄筋への結束だけでは位置精度が十分に出ない場合は片枠に穴を開けてアンカーボルト固定したり位置出し材を取り付けてそれに固定したりする。近接した複数のアンカーボルトを高精度に配置するにはあらかじめ用意した後半に複数の穴を開けアンカーボルトを差し込み 点付け溶接するなどして、複数のアンカーボルトを一体化する。いずれの場合も、埋め込み長さ、手の長さを間違えないように注意する。その後、コンクリートを流し込み、凝固するのを待つ。打ち込み台位置に指定された小道と深さの穴を、ハンマードリルなどで開け、コンクリートの切り子を、ブロワーなどで除去し、アンカーボルトを埋めるか打ち込んでから、さらにアンカーの進化外周部を打ち込み棒を使って、 ハンマーで叩くと外周部が膨らんでコンクリートに固定されるという仕組みである。内周部にはメスネジが切ってあり、全ネジなどを差し込んで構造物を固定するがあらかじめオスネジを切ってあるボルトが外に出るようになっているものもある。かつては火薬を用いた秒打ち中によって打ち込みを行っていたため事故が多かった。 そこで、熟練工でなくても安全に試行できる技術として、信棒を打ち込むだけの安全かつ簡単な試行で、しっかりと取り付けできる、現在の打ち込みアンカーが開発され、オールアンカーという商品名で、みゆき商人より商品化された。取り付けたい位置に、規定の小道と規定以上の深さの穴を開け、切り口、ブロワーなどで除去し、アンカーボルトを埋め、 アンカーのナットを規定の取る口まで締め付けることによって固定する。ケミカルアンカーとは化学反応を利用した接着剤によって全ネジや医療工房を固定するものである。日本デコラックス社の商品名で正式には接着系アンカーという。試験管のような容器に入っていることが多く、カプセル型接着系アンカーとも呼ぶ。コンクリートにドリルで穴を開け、 ブロワーで切り口を除去し、さらにケミカルブラシで後壁の粉塵を除去、さらにブロワーや集塵機で清掃した後、ケミカルアンカーを穴に挿入。先端を斜めに切った全ネジや医療工房を打ち込むことによって、ケミカルアンカーの容器が破壊され、化学反応が起こり、しばらくすると固定する。木造の住宅では土台用のアンカーボルトは M12 を使い、 埋め込み長さは 250mm 以上なければ、ならない。また、ホールダウンかなもの用のアンカーボルトは、M16 を使い、埋め込み長さは 360mm 以上なければ、ならない。しかし、アンカーボルトが少なかったり、埋め込み長さを守っていなかったりすることがある。建築主設計士、思考業者ともよくチェックする必要がある。ありがとうございます。